1番センター塩見康隆、2番ショート坂本隼人、3番レフト中田翔、4番ファースト山川穂高、5番サード原辰徳、6番セカンド立浪和義、7番ライト清田一弘、8番キャッチャー中村翔成、9番ピッチャー安楽智弘、中継ぎ松本優也、抑え笠原翔輝、監督和田豊。プロ野球不祥事打線、歴代最強チームになってしまう。一体何こと？と思ったけどそういうことね。わけあり人物。やらかし打線強すぎてくさ。1番から6番が超一流というのがまた。1から8までホームラン叩き出す化け物ばっか。打順までえぐい。普通に強い。ちゃんと普通に強そうなのすごい。塩見ってなんかやらかしてたっけ？一流選手すぎて乳首を引っ張りたがった。塩見が可愛いレベル。女関係と暴力関連の犯罪は分けたいところ。2リーグ制でお願いします。ナナちゃんが監督とかこのメンツ扱えるんか。人、問題児が多いね。塩見だけ罪が軽くて笑う。塩見対して悪いことしてないのにスタメン入れられててくさ。実際、週刊誌レベルで真相不明やし、一流選手やったしな。結局塩見は乳首より一番としてチーム引っ張った方がいいんだな。不祥事ないん。監督は原監督でもと思ったらしっかり選手の方でいた。不祥事組打線はロタ、あれ巨人多くね。テレビで放送できるのか。塩見が突っ張ってくれそうな打線だな。賭けに強い中継ぎ陣も頼もしい。賭博が中継ぎ抑えか。塩見とかめっちゃ可愛く見えてくる。立浪とかいう本職混ざっててくさ。立浪が監督じゃないんだって思ってたらスタメンやった。投手陣毎回大炎上するやろこれ。打線が豪華でしごい。転用入るけど賭博ローザーで逆転されてそう。闇の三冠王奥波くんと不倫西隆起追加で。先発責任の存在なら同じ楽天に安楽よりもいい則本がいるじゃないか。清谷強打力があれば4番だったのにな。コーチには国保、宮本、江夏あたりはいそう。試合開始から終了まで全員が笑顔を見せてはいけない感じがいいな。やらかし球団。